クルチェフスカヤ山は、カムチャツカ半島の最高峰で、ユーラシア大陸最高峰のかつ火山でもある。山頂から西北西約1 1トルのところには、ウシコフスキ火山、南西約5キロメートルには、ガーメン火山、南南西約1 0トルには、ベズイミアニ火山など、これらの山々と連山をなす、清掃火山で、見る方向によっては、 富士山によく似ていることからカムチャツカ富士とも呼ばれる。標高は4750メートルであるが、火山活動によって標高は変化する。山頂部の主火口のほか、山腹には多数の川火口を持つ。晴れの日には北側にシベルチ山を望むことができる。最も古い噴火の記録は1697年で、その後何度も噴火している。最近も毎年のように噴火しており、 2005年5月からは噴火が継続状態となっており、2007年には火山灰を噴出させたほか、北西山麓に溶岩流を流化させている。2010年10月28日にシベルチ山と共に噴火し、2013年10月中旬にもシベルチ山と共に火山活動を活発化させ、18日には火山灰は1万メートルに達した。 2015年1月5日、噴煙が6000メートルまで達し、北西山麓に溶岩流を流化させる噴火活動が確認されている。ありがとうございます。